八郎川は長崎市の子が八神地区を南へ流れ、天草灘へ注ぐ二級河川である。東長崎地区の中心河川で流域は長崎県長崎市に属する。川の名は鎮西八郎と呼ばれた源のためともに由来している。長崎市、諫林市協会の井戸井のお岳を水源とする。源流は丘陵地の斜面を西へ流下し、 標高50メートルほどの船、国町、中里町の盆地に集まる。小賀地区では谷底平野が形成されている。川は水田、住宅地、園芸用の畑などがある平野内を蛇行し、多くの支流を合わせながら緩やかに南西へ流れる。下流の矢上地区は、住宅地や商工業用地が集中し、流路の直線化、席の設置、三面護岸、 両岸五岸など大規模な河川改修が施されている。川は原川川や中尾川などを合わせながら、五岸内を南へ流れ、天草な台へ注ぐ。東長崎を囲む山々から多くの支流が合流する。左岸は、船石岳、行船岳、普賢岳から清水川、と、氷川、地蔵川が合流する。右岸は、前岳、小場岳、八幡岳などが連なる。 少年川、間の瀬川、玄川川、中尾川などの各河川が合流する。右岸の支流は山頂までの距離もあって長い。本流は比較的穏やかに流れるが、支流はどれも急斜面を流れおり、深い侵食国を形成している。支流の流域では、水田、みかん畑、杉林、檜林などが多く、源氏ぼたる生息地も各地に見られる。 ありがとうございます。